忍びいうんはな、うつろな影や。人の形はしてても人やない。その耳はかすかな物音、その目は敵の動きを捉えればええ。五感はすべて敵を追うために使うんや。そうやって初めて自分の身を守ることもできる。少しでも余計なこと考えたら命取りになるで。俺はそうやって育てられた。そうするしか生きる道がなかった。いつしか俺は心を押し殺すようになった。すぐに傷ついたり揺れ動いたりする心など邪魔なだけ。ああ、今夜も月が出てる。忍びの姿を晒す月など陰ってしまえばいい。俺を見るな。そんなまっすぐな目で俺を見つめるな。心の痛みを押し殺しながら俺は今日も影を伝え。